エドモンド・ムーア・ハミルトンは、アメリカ合衆国の SF 作家、ホラー作家、推理作家。オハイオ州、ヤングスタウン生まれ、ペンシルベニア州、ニューキャッスル育ち。ペンネームとして、他に、ロバート・キャッスル、ロバート・ウェントアース、SM ・テネショーなどがある。また、ホラー作品専用のペンネームに、ヒュー・デイビッド・スンがある。ハウスネームに、ウィルガース。 ジョン・ S ・エンディコット、アレクサンダー・ブレードがある。キャプテン・フューチャー専用のハウスネームとして、ブレッド・スターリングがある。妻は、SF 作家のリー・ブラケット。ハミルトン作品の翻訳第1号は、国枝四郎役のアンソロジー、恐怖街に秀才された、獣人である。父・スコット・ B ・ハミルトンは、鉄工所を経営し、新聞の気候漫画家でもあった。 ハミルトン家は、スコットランド系アイルランド人で、ウェールズ系やアメリカインディアンの血も引いており、代々長老派教会の信徒であった。母親モードホイーナリーは、元教師でクエーカー教徒だった。ハミルトンの誕生後間もなく、父親が農場経営に失敗し、貧困生活を送った末、6歳の時に母親の故郷ニューキャッスルに転居。父親は、 地方新聞社に就職した。10歳でハイスクールに入学し、14歳で厳格な長老派教会の学校であるウェストミンスターカレッジに入学し、物理学を専攻する。しかし、周囲の学生との年齢差に悩み、オールストーリーマガジン誌やアーホシー誌などのパルプマガジンのファンタジー小説にのめり込むようになる。その結果、学業や礼拝をおろそかにするようになり、 三年時の半ば、17歳で奉公される。その後ペンシルベニア鉄道のパート職を転々とする。1924年、20歳で、諸女短編、ビリオンドザンシームウォールを書き、ビアードテイルズ誌に持ち込む。同作は開校の末、ビアードテイルズ誌1926年8月号に、マムルスの写真として掲載され、作家デビューする。続けて、第二作となる長編。 アクロススペースを執筆し、w アードテールズ e s 九1926年9月号から11月号に掲載される。1928年、短編、強運の彗星を、アメージングストーリーズ氏に発表し、メジャー氏にデビューを果たす。しかし、狭いファン層向けのマイナー雑誌、ウィアード・テールズへの恩を忘れず、HP ラブクラフトや、ロバート E ハワードらとに、中核メンバーであり続け、 以後1948年までに79編の作品を同時に寄稿している。SF 黎明期に多くのスペースオペラを発表し、地球規模、あるいは宇宙規模のクライシスを数多く描き、ワールドレッカー、ワールドセーバーの異名を取った。当時の作品は深みには乏しいもののアイディアが豊富で、その後の SF でしばしばこの時期の主な作品に、星官パトロールシリーズ、 スターキングシリーズ、キャプテンフューチャーシリーズがある。1930年代頃からは、年下の友人、SF 作家、ジャック・ウィリアムスンの影響もあり、意図的に作風を変え始め、持ち前の豊富なアイデアに加えて、ペシミスティックな虚無感を盛り込むようになった。この頃の代表的な作品の一つが、マッドサイエンティストものの名作として知られる短編、フェス宣伝の宇宙である。 これは実験室内にミニチュアの宇宙を想像してしまう科学者を描き、我々の住む宇宙もその種の科学者の想像物ではないかという不安感を書き立てる名作である。また1935年から1940年にかけてミステリー専門のパルプマガジン、ポピュラーディテクティブ誌、スリリングディテクティブ誌、スリリングミステリー誌などに30編のミステリーを発表している。 1940年代には、ロサンゼルスに今日構え、執筆活動の傍ら SF ファンダムや、更新の若手作家たちとの交流を深める。1946年12月31日に、同じ SF 作家のリーブラケットと結婚。結婚を機に、オハイオ州キンズマンに転居。1946年から1966年にかけて、旧知の編集者モート ワイジンガーの誘いで DC コミックスの看板タイトルスーパーマンとバットマンの原作を書いている。中でも特に著名なものはスーパーマンアンダーザレットさんアクションコミックス3001963遠未来の赤い太陽に照らされた地球ではスーパーパワーが発揮できずそこから脱出できなくなるというストーリー。第二次世界大戦後にはすでに過去の作家と みなされるようになっていたが、自発るところでカムバック、健在ぶりを示した。戦後の代表作として、他に、虚空の遺産がある。裁判年には、ニュースペースオペラとも言うべき、スターウルフシリーズを発表した。しかし、第3巻、傍教のスターウルフを発表し、第4巻、ランストルワルフに取り掛かった、直後の1977年2月1日。 カリフォルニア州ランカスターにおいて、腎臓手術の予後不良により死去。なお、妻のリーも、その翌年、後を追うかのように死去している。大の読書家で、ドイツ語、フランス語、イタリア語を自由に読みこなした。また音楽愛好家でもあり、バッハからニューオーリンズジャズまで、グランドオペラから民謡まで多くのレコードをコレクションしていた。キャプテンフューチャーを参照。 スターウルフを参照、スターキンクを参照、幻想と、怪奇8号に、掲載の世界幻想文学作家名官7、H. エドモンド・ハミルトンの公による、フェス戦伝の宇宙、川で処方神社奇想コレクション版、フェス戦伝の宇宙、川で処方神社奇想コレクション版、SF マガジン1997年8月号、ハミルトン追悼特集号、夫を忍ぶ、吸血鬼伝説、 ありがとうございます。